ジルベール・デュクロ・ラサールジルベール・デュクロ・ラサールは、フランス・ランベーエ出身の元自転車競技選手。実子であるエルベ・デュクロ・ラサールも現在、コフィディスに在籍する、ロードレース選手である。1977年に、プロ選手となり、1995年まで現役を続けた。また、歴代所属チームは一貫して、かつての名門チームだった、プジョーの流れを組んでいる。主なチームメイトとしては、ベルナール・テブネ、ハニー、クイパー、フィル・アンダーソン、ステファン・ロッシュ、グレッグ・レモンなどが挙げられ、主にグランツールでは彼らのアシスト役に回る機会が多かった。1980年にパリ・ニースで総合優勝を果たし、1983年にはボルドー・パリを制し、1984年には個人追い抜きのフランスチャンピオンとなったが、デュクロ・ラサールが選手生活として花開くこととなったのは、選手生活の晩年だったと言っても過言ではない。1992年のパリ・ルーベ、オラフ・ルードヴィヒラとのスプリント争いを制し、初の同レース優勝を果たすや、翌1993年のパリ・ルーベでも、フランコ・バッレリーニ、ルードヴィヒラとの争いを制して連覇。同レースの連覇は、フランチェスコ・モゼール以来であった。現在は、テレビ解説者として活動している。日本ではあまり馴染みのないクラシックレースでの活躍が多かったため知名度は高くなかったが、1992年のツール・ド・フランスではアシストとして一躍脚光を浴びることになる。不調に陥った AS のグレッグ・レモンが、優勝争いは愚か大集団から脱落し、リタイア寸前の状況に陥る中で、デュクロ・ラサール・カズトがレモンの傍らを離れずに伴走。結局二人揃って時間切れの失格処分となるが、自らの成績を顧みず、エースに献身的に尽くした姿勢が反響を呼び、雑誌などで青い目の侍等と取り上げられることになった。ありがとうございます。